2018年6月12日久慈堂本剛演じる小医浪士の中で最も過激で危険な男、坂杉慎介のキャラクタービジュアルが解禁。マルシーマーク空知秀明、集英社マルシーマーク2018映画、インタマニ、仮、制作委員会8月17日、金曜日、公開の映画、インタマニ、仮、に、2017年の実写邦画ナンバーワンヒット、最終興行収入 38.4 億円となった前作から引き続き、堂本剛が騎兵隊の統領、高杉慎介役で出演すると発表された。映画、インタマニ、仮、は、福田雄一監督のもと、主人公、坂田銀時を演じる小栗旬をはじめ、志村新八役に菅田将暉、神楽役に橋本環奈、志村多江役に長澤まさみ、桂小太郎役に岡田将暉、近藤勲役に中村勘九郎、土方歳郎、役に柳楽優弥、沖田総合役に吉沢亮、平賀源外役にムロツヨシ、役柄不明で出演発表がなされている佐藤二朗と続投キャストの再集結に加えて、新規キャスト、音瀬役に木村緑子の出演情報が解禁になっている。堂本が演じる高杉は、上位浪士の中で最も過激で危険な男、バレ過激派集団の騎兵隊を復活させ幕府転覆を狙っている人物。妖艶な魅力とカリスマ性を兼ね、剣術も達人級の腕前を持ち、銀次と桂と、は共に幼馴染であったが、上位戦争後は、進む道、戦う意味を違った。前作では、幕府転覆を企み、かつての同志ながら、江戸の、平和をめぐって銀次と対峙し、激しい戦いを繰り広げた。